伝わり縫い、星に。2023年米アカデミー長編ドキュメンタリー賞を受賞したロシアのプーチン政権の対抗軸である反体制ブロガーのナワリヌイ氏のドキュメンタリー作品。主にパンツに伸び直という毒を盛られてからその実行部隊に突然して証拠した部分の映像や海外の病院に移動して体力を回復した後に行かなければいいのにわざわざロシアに戻って逮捕されるまでの映像が生々しく出ている。この映画を見るとロシアという国がどういう国家なのかがよくわかる。ロシアは主に、選挙はあるが独裁国家である、司法制度が機能していないので問題を解決する手段が賄賂を渡すかメディアを使って圧力をかけるしかないという部分がよくわかります。次に、ナワリヌイがメディアを使って圧力をかける戦法が得意でありそのせいで伸び直された後にロシアの病院で怪しい動きをされたが海外メディアや国民の圧力を使ってなんとかベルギーの病院に逃げることができた。しかしこの失敗からロシア政府は学んでメディアを徹底的に追い出す、懐柔することでロシアは海外の情報が入らない北朝鮮のような国になりつつある。ナワリヌイはプーチン政権を批判することに命を懸けるブロガーであり彼のプーチンを命がけで絶対攻撃するマンな姿勢は多数ができるような振る舞いではなく純粋にすごい。最後にナワリヌイという人がある意味ロシアにおける民主主義の急先鋒だというくらいロシアは人材がいない。ナワリヌイはプーチン絶対攻撃するマンだけど政治家でもなければ優秀な指導者としての素質を持っているわけではないのぜ。だけども独裁国家であるロシアでは野党が育たないから戸様のナワリヌイしか対外勢力が存在しないのがロシアという国の政治体制の脆弱さを物語っているのぜ。これはもう今のロシアではメディアを使って圧力をかけるという戦法が使えないから政治体制に文句がある場合は国外に脱出する。反政府活動をした結果逮捕されて強制的にウクライナで民地にさせられる。意外に選択肢がなく、国外に出て仕事をすることができない貧乏民や情弱はもう目と耳と口を塞いで赤髪に怯えることしかできないのがロシアのオワコンっぷりを物語っています。民地よりもひでえのぜ。それとプーチンもそうだしトルコのエルドアンもそうなんだけど圧倒的に人気のあったある意味ラツワンを振るうやり手の民主主義の急先鋒みたいな指導者が長く政治機構に居座らせると腐敗しまくるっていうのがよくわかるよね。まあ初期のエルドアンにしろ初期のプーチンにしろまだ選挙やメディアが機能している時代にこいつらを選んでこいつらを続投させ続けたのは投票しているその国の人族たちだから是非もなしなのぜ。怖いなぁ、とずまりすとこ。